NHK から国民を守る党の代表の立花隆と言います。意味が分かれへんからちょっとやめてもらえない？何言ってるか全然分からへんねん。それと俺でも何の関係があんの？気づいたの？数日前って感じ。いいじゃん、俺が周知してないから。逆に独占できるから。どうぞ。はい、なにその電通に行ったっちゅう話？はい、電通に今日行ってきて、はい、あと新聞社にも行ってきて、はい、僕のやりたいことは政治の視聴率が間違っているので、はい、政治の視聴率が間違っているので、視聴率がなくなってる、減ってきてる、下がってきてるということかな。テレビの視聴率そのものが間違っているので。ああ、視聴率が間違ってるか。はいはいはい。それで、テオリサーチさんにも、1ヶ月半以上前に、電話とか、あと直接行って、話そうとしてるんですけど、やっぱり、面談っていうのは難しくて、なんか、やっぱり視聴率は間違っていないから、この自分のやってることも間違っていないという回答だったんですけど、で僕は視聴率は間違っているので、で何がしたいかというと、株式を応用させた大式で大価格総額で番組を出したいんです。視聴率が間違っていることによって、はい、まあ、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、まあ、もう難しくというか分かりやすく言って、その、はい、視聴率が間違っていることによって誰が損してるの？視聴率が、視聴率っていうのは、関東地区の900世帯しか見てないんですよ、だから間違ってるか正しいっていうのはいろんな考えがあるから、それはとりあえずよく置いといて、間違ってるとしたらあなたに何か迷惑がかかってるんですか、それとも誰か別の人に迷惑がかかってるんですか？僕自身迷惑がかかってないんですけど、はい、未来のために。未来のために、はい、未来の誰のためになんですか？未来の子供たちのためです。太陽未来の子供たちのどういうためなんですか？その要はね、普通に考えたら、はい、視聴率が別に間違ってることについてはそんな普通じゃない。だって自分たちにとって都合のいいように言うんだから、はい、それは別にその何かに迷惑をかけてるっていうわけには見つからない、直ちには繋がらないと思うのね、はい、僕も視聴率は将来の子供のためって言われてもっていうところで、そのもう少し分かりやすく、何が子供たちに迷惑かかるの？はい、僕自身、その、僕は、FPFX っていう会社の、まだ会社はないんですけど、創業者だったんですけど、迷惑がかかるというか、人を殺しになっちゃうんですよ、僕の場合は。人を殺し？はい。ごめんね、はい、飛躍しすぎて分かりづらいんだけど、だからその電通さんの、ビデオリサーチさんかの数字がおかしければ人殺しになるっていうのはもう相当ぶっ飛んでる話になるんだけど、ちょっと分かりやすく説明してくれない？ごめんね、ちょっと飯食ってなんか食べながらで、何を言ってるのかもう正直、普通に考えたらオカルトにしか聞こえないのよ、はい、だからそれで誰か死んだの？死んでは ないんですけど、誰か死にそうなの？はい、政権の問題になっちゃうんですけど、なんかすごい対応が遅いなと思ってて、例えば豪雨災害あったじゃないですか。いや、だからごめん、話が全然それてるから、ちゃんと一つ一つ合理的に説明してよ。視聴率が悪い、間違ってるっていうことに対して、未来の子供たちがね、その被害を受けてる。だから今の人は被害を受けてないの？なるほど。確かに それ の, リスクもあると思っていて、今僕の考えてることは、その株式と同じように、代価を新しくテレビ番組が発行して、株式と同じにしたいんです。会社と同じように番組が。何もしたい。だからしたいこと、だからさっき話がバンバンそれてるの。はい、だからなぜ困るのよ、その視聴率を変えられると。
いわゆる 1% の視聴率を 5% って言われてね、はい、なぜ誰が困るのよ。あ、これはまずそこから一個話していかないとさ、もう坂話が飛びすぎてるの、はい、そうなんです。誰が困るのと思うんですけど、例えばちょっと最後まで聞いてほしいんですけど、例えばリーマンショックとか、あと東日本大震災とかあったじゃないですか。それで株価ってすごい下がっちゃったんですよ。どこも逃げるところがなくて、で僕がやりたいのは、株価と同じように会社がこう時価総額で出しているんだから、テレビ番組もそれと同じく、このロウソク、それと同じくライカで出して、時価総額でテレビ番組ごとに出せるんです。これを特殊相関性理論って言うんですけど、株式と同じようにテレビ番組も来式来価を視聴者に発行して、来主になってもらって、来主総会を開けて、時価総額で来価がこう動いて、すごく安いんです。来価は視聴者の投資家じゃなくても、視聴者の方がテレビを見ているから、別に見ていなくてもテレビを持っているから、これをつまり 何が言いたいかというと、世界恐慌とか、例えば東日本大震災とか地震で起きたとき、株価が下がったときに、その逃げ道となるロウソク足チャート、市場が必要なんです。これを落下均衡といいます。つまり、来価が上がってる、株価が上がってる、日経株価が上がってることがいいことじゃなくて、来価とテレビの証券、来価でこう均衡を保つ落下均衡、これを世界で初めて導入したいんです。これには政府介入がいります。僕は、創業者だと思ってたんですけど、来式証券取引所のテレビの証券の扱う世界で初めての創業者だと僕自身思ってたんですけど、それは違って、利益を生めなかったんです。会社じゃなくて、テレビ番組だったら、真実を伝えるだけの、真実を伝えてるのに1分単位で測ってる視聴率はおかしいんです。秒単位で測らないと、株価と同じように一瞬一瞬を来価で測らないといけないんです。もういい話、はい、全然意味分からへん。そのいや、だからもう意味が分かれへんから、ちょっとやめてもらえない。何言ってるか全然分からへんね。それと俺の何の関係があんの。なんで株が関係あんの俺に、はい、君がやりたいことは君が勝手にやればいいんじゃないの。で、はい、迷惑なんですけど。意味が分からないから、ちゃんと話をまとめれるんだったらそれは分かるけど、はい、全然誰も困ってないじゃん。あ、いや、だからもう迷惑なんだよね、悪いけど。話を聞いても理解できないよ、今の。理解できた人おる？誰か。だから君が頭良すぎて理解できないのよ、もう。だから頭のいい人に聞いてもらったら。じゃあ、堀江門さんいますよね。だから頭のいい人に聞いてもらったらいいじゃん、自分で堀江さんにアポ取って。だから迷惑なの。迷惑をかけるつもりがなくて、なんかかけるつもりがなくて迷惑なのって言ったら、何行動は、何次取る行動は、はい、すいませんでした。変えるんじゃないの。ぜひその、だから迷惑だと言ってるのにしつこく残り続けることが迷惑だということに理解できない。ちゃんと出直すって方法を考えれない。あなたは電通がなりで、テレビの視聴率がおかしいことによって誰かが困ってるというから話を聞きましょうと今私は聞いてるんですけども、あなたはそのことについての理屈とか合理的な説明が全然できてないんですよ。僕が困ってます、その視聴率。だからあなたが困るんだったら、別にあなたが困るんだったら困る相手に言えばいいじゃないですか。僕に言うことじゃないじゃないですか。社会の人が困ってるんだったら別だけど、誰もあなた以外誰も困ってないですよ。別にあなたが困るのは自由ですよ。だけど、みんなも困ってます。だからみんな困ってないじゃないですか、あなた以外の人が。なので、そのごめんなさい、病気何か心の病お持ち？あ、なってないですけど、あと僕も、ちょっとあのね、はい、人の話を聞く能力が異常に乏しいね。これ今さ、今日別に呼びかけてないから人がいないから別にゆっくり話できるけど、人と話をするときにはまずポイントをちゃんと説明できる状態にしなきゃ無理よ、はい、何がしたいのあなた、ここに来て。最終的に俺が理解できたとしたら何をしてほしいの、僕に。YouTube やってるじゃないですか。
うん、そこで自分の理論を発表したいんです。自分で発表すればいいじゃん、YouTube で。なんでできるんだよ。ちょっと待って、なんで自分でやらいいじゃん、なんで俺にやってくれっていうの。しかもやらずやったんですけど、その全然視聴率が伸びない。それは世の中からして君が必要ないという理解できないの。じゃあお金積んで広告つけてやったらいいんじゃないの。はい、それのその助けてくれる方もいないので。だからやめとけばええよ。あのね、僕はやろうとしたら多くの人がね、4億5000万とか集まるわけ。やってほしい人がおるから。君もお金集めてりゃいいじゃん、お金必要だったら、はい、それでお金が集まらないということは、君のやろうとしていることはやらなくていいっていうことなの。どうしてそれが理解できないの。必ず僕がやらなきゃいけない。誰が決めたそれを。僕です。だから君がやったらいい、はい、その通りやっぱ君がやらなきゃいけないことを君が決めたんだったら、君一人でやればいい。誰にも求められてないんでしょ。はい、なので立花投資と協力したいというか、メリットないもん、はい、メリットはない。協力する、それは堀江さんであろうが俺であろうが、君と協力するメリットは何一つ今感じられないよ。あ、そうですか。だけど僕は初代大統領なので、うん、ね、いいよ。だから別に君が初代大統領でもいいのよ。君が自分で自分を大統領だと思うのは自由なの、はい、うん、世の中的に言うのそういう人のこと病気とかって言うのよ。だから病院行ってる。あ、親からは、まあ、病院行った方がいいんじゃないかみたいな、うん、明らかに病ご病気ですよそれ。他人に迷惑かけちゃってるもん。迷惑をかけるつもりはない、つもりがないんだけど迷惑かけてるっていうことを言われても素直に受け止められないのよ君。それが君の病気なの。だけどそのそこでだけっていうのは彼のおかしい。テレビを変えたいっていう今受信料って僕もおかしいと思ってて、これもスクランブル化するっていう、それは立花の目標じゃないですか、スクランブル化したら。君とは一緒にやりたくないよ。あ、本当ですか。うん、だって人の迷惑が理解できない人とはできないよ。僕はその迷惑をかけたいっていうつもりじゃなくて、だからつもりがあろうがなかろうが迷惑をかけてるっていうことを理解できない人が怖い。人を引くつもりじゃないけど人を引いて殺しました、僕は人を引くつもりがなかったので僕は無罪です、この先も車を運転していきますって言ってると一緒やで。周りのことの周りの人の意見を全く無視している状態なの。どうして人の言うことを別に聞けとは言わないけど、人に話を聞いてもらおうと思うんだったら相手の顔色を見るべきなんじゃない、はい、相手が迷惑って時は一旦引き下がるべきなんじゃないのかな。じゃあ今日は聞く専用聞く感じで大丈夫ですか。体質ということはしたくないので。別に体質したらいいじゃん。なんで。やっと僕はその立花さんの協力が必要だと絶対思ってるので。だから別にあなたが思うのが何度も言ってるように自由なんですけど、正直迷惑なんですよここにいられることが。それがあなたは理解できないことをまずあなたは理解されるべきですよ。求められざる客っていうのがいるんですよ、来てほしくないっていう人が。だから僕はこれ公にしてるから、あなたのような人が入ってこれることは事実です。あなたが悪い人とは全然思わないですよ。多分ご病気なんだと思います。でもご病気の人は治すためにはまず自分が病気であることを自覚しないと治らないんですよ。であなた自身その自覚がないから、誰かが言ってあげなきゃいけないと思って俺は言ってるの、あなたの親も言ってるわけでしょ、はい、ね、例えばこれが総理官邸とか、ね、他のどっかの会社の社長とか堀江さんも社長でしょ、会うことなんてできないよ。だから思うのは自由だけど、はい、会えると思うのは何と言えば自由なんですよ。でも通常はそれなりの肩書きがないと会えないんですよ。あなたはどこの大統領か知りませんよ、どこの国なのかどこのなれるのか知らないけども、とにかくご病気なんですよ明らかに。じゃあ
した、まあ、僕のやりたいことが、まあ、僕のあれだったので、じゃあ NHK に関することを、もうだからもう勘弁してくれません、はい、僕の時間を奪わないでください、はい、ちょっとあのお医者さんに行かれた方がいいですよ、間違いなく。わかりますか？はい、いやいや。ありがとうございました。